俺は本当のリアルだね。2017年って何年前？ 6年7年前。こんなにかして多分本当に他にね全国どこ探しも本当にないです。あーこんにちは、はじめまして。 YouTube やってるの知ってます？知らない。ちょっとあの動画撮らせてもらっていいですか？あれのでこの割れがこっちの北側のところに、ただちょっとなんかこの割れ、割れも自然に割れる割れ方じゃないんで、うん、まあ高くはないですけど、はい、これですかね。20本も取らないですよね。もう取りたいです僕も。安全緩いから。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。もう回転黒いもん、こうやってやると全然見えん。限らないです。黒い溶け込んでます。溶け込んでる。なんで点検、点検行くの？点検のお客様です。点検か。2017年に外壁を菊水のスーパームキガード Z 遮熱っていうやつ。屋根を。はい。2017年って何年前？6年7年。7年前。保証まだついてんの？ついてます。10年保証です。今？あ、この、この塗料がその当時の。マジ？視聴者皆さん、すごい異常会社。逆にちょっともういいんでしょ。いいんでしょ。だから7年で。で2019年、一応あれでしょ、年に1回に2回はがきかなんか送って点検、年に1回点検はがき、1年目に1年点検はがき届いて、うん、あのジムの方から定期的に3年かな、うん、3年にぐらいのタイミングで、うん、はがきが来るんだ。でその時にまあ興味あれば、何か何か不具合があれば送ってくるから、で結構それが来るんだ。時々来ます。視聴者皆さん、こんなにかしたら本当に他にね全国どこ探しても本当にないです。で俺でも聞いてもビビるもん。じゃあ本当にそこまでやってるんですかね本当に。やってないと思うよ。俺聞くけど、いろいろ勉強会とかさ、やっぱ東京とか行っていろんな年齢とかあるじゃん。いやその保証内容をやっぱ下げとるし、なんだかんだ言ってお客さんも言うじゃん。だってお客さん喋ったら、なんだかんだ言ってこれはちょっと対象外ですって言われるって言うでしょ。まあまあまあ点検の話に戻りましょうか、はい、で2年後の2019年に一度、2019年に、はい、17年に工事して、で下屋根にちょっと亀裂が入って、下屋根っていうのは下屋根、下屋根です。だからあの大屋根じゃなくて下のあの要は1階の上みたいなことだよね、はい、3センチほどのなんか亀裂を発見したからって言ってご連絡いただいて、うん、それも記録があるんだ。あ、全部うちの会社のシステムに入ってございます。すごいですね、うちの会社はマジで。でこれも、うん、部分的な補修で直してます、うん、でまた2021年にもまた同じ下屋根で、うん、ここも剥がれたっていうことで、ここが川さんが1回言ってるんですよね、らしいですけど、ちょっと覚えないんで、写真見たらなんとなく、ああ売ったかなって。ぶっちゃけどれぐらいの年間、月どれぐらい出てんの？10件ある？10件はね、10件ないですね。逆にすごいよね、うちね、本当に。ちょ本当にインチキしてないじゃん。じゃじゃマジでありえ、ありえんでしょこの会社だと。結構そう正直に、うん、グレーでも、うん、うちのせいじゃないと思うんだけどなって。まあそうだよね、うん、屋根の剥がれってことで、ま、塗り直してるような、うんうん、形跡全部下屋根、まあそんなに大きくないんですけど、うん、あと車2台、うん、分ぐらいのサイズです。多分見て剥がれで、まあちょこちょこあったから多分全体的にやった方が早いなになったんじゃないかなっていう、ね、あんまり思ってないんですけど、うん、なるほど。で今日もちろんそれはお金取ったの？その時は手直しで。お金取ったの？取ってないですね。嘘嘘、視聴者の皆さん嘘でしょ、うちの手直しは全部ただだから基本ね。でも本当にいやこれはちょっと明らかにおかしいから、まあしまい投げ出してくださいとか、まあたまにあるよね。いやこれは無理だようちっていうのはあるんでね。で今日は、うん、今回は大屋根が一箇所欠けているってことで。大屋根が、私大屋根確認できないので。なんで河合くん声かけたわけだ。声かけまして、うん、であとベランダ、多分あの補修してるベランダのスレートのことだと思うんですけど、うん、割れがあるので補修工事は可能かっていう、とりあえず行ってみましょうか。撮影許可も含め、はい、あーこんにちは、はじめまして。すみません、ちょっと髪に行ってます。あ、すみません、塗り替え当時の河合って言います。以前来た、あ、覚えてらっしゃいますか。大丈夫です。旦那さん、あの
急にあれなんですけど、はい、あ、僕社長の小林なんですけど、はい、いつもお世話になっております。うち、あの、YouTube やってて、YouTube やってるの知ってます？ちょっとあの、動画撮らせてもらっていいですか？あの、表札とか家は分かんないようにするんで、ちょっと点検のことを動画にしたいなと思って、ちょっと召し上げてますけど。旦那さんも映っていいですか？ちなみに。あ、いいんですか？大丈夫ですか？はい。まず見てもらっていいですか？はい。で、ここの手前のところがあれ一回ですね塗った後にですね、はい、取れちゃってストンと落ちてきちゃって、はい、差し込みしてもらったっていうところは色が違うところなんですけど、ああそうですね、そうそうそう、はい、でこれ何ですか、ちなみに、え、なんか業者が持ってきたんですか？で、一回見てもらったんですよ、はい、あのあれがなんか割れてるのかって分かんなかったので、はい、そしたら、はい、そこに写真あの貸し越して写真撮ってもらって、はい、で通常のなんかその自然 の、はい、その劣化じゃないと思うので、はい、ここは修理した方がいいですねっていうふうに思ってたんですね、はい、これまあほっといても特に割れないわけと、でここの割れがこっちの北側のところに低いところですね、あそこのところにここ割れがあって、まあ、これちょっとあるんですけどということ でこれはもしかしたらその保険適用になるかもしれないから、朝予定なんですね、はい、というところで、はい、他の方にも自然の割れ方じゃなさそうな感じですよね、なんかだから多分あのなんか飛んできてぶつかったとか、はいはい、かなっていう話があって、まあ、だからそういう意味ではあの、うん、プールで、はい、保険適用になるかもしれないかなって言って、ね、はい、まあ、こういうのをちょっと、作って出した経緯があるってことをおっしゃっていて、はい、で僕は見積もりもらったので、まあ、本当にその話だかでも分かんなくて、はい、まあ、どうしようかなと思って、まあ、こっちの件もあったので一回相談してからにしようかなと思って、はいはいはい、お電話したんですけど、はい、はい、あ、でも見積もりも取られて、え、そうです、そうです、そうです、はい、それはあの火災保険みたいなの使える、ね、そこはまだ業者さん決めてないので、はい、保険会社の方にまだ連絡してなくて、はい、一応電話で聞いたら、はい、足場組んだりするんだったら、まあ、ちょっとした見舞い気が出るかもしれないですねって言われてるぐらいです。保険会社に確認したら、はい、火災保険、地震じゃなくて多分風雨とかなんか飛んできたっていうんだったら、はい、ね、まあ、該当するかもしれないとかっていう話になって、うん、通りそうですね、でこういうのが出さなきゃいけないとか、うん、ただちょっとなんかこの割れも自然に割れる割れ方じゃないんで、ここと、まあ、こっちもなんか踏んだりすると割れちゃうんですけど、うん、これは僕らめくれない、まあそうですよね、こういうのがめくれてる、これはちょっとめくれてる感じなんですけど、ここは塗装はね、そうですね、まあ、こういうところはタッチアップも全然単純で、まあ、ここもまあ正直今コーキングでくっつけていくことは全然可能なんで、うん、ただまあここはもうちょっとまあ不自然だなって感じはするんですよね、こっちから見てもなんかちょっとへこんでますもんね、へこんでるんで、どうですか、皆さん的に保険を使うことにしては、でこっちはやっぱり使った方がいい、そうですね、そうですね、僕らもまあこれぐらいだったら、まあ、もちろん多分めくれないんで保証だし、まあ、ここだったらまあちょっとやっておきますわで、はい、直せると思うんですけど、はい、ここだともう変えなきゃいけない、仕入れで打ってとりあえずはいいんですけど、うん、でちょっとペンキ塗り合いとかぐらいなんですけど、うん、足場がやっぱさすがに僕らはいると思うんですね、結構もう変えたりするんでね、そうですね、そうですね、まあ、保険使えるならもう交換した方がいいと思うんで、ですよね、ですよね、はい、でもう僕らはそのタッチアップっていうか、まあ、塗料で塗って、まあ、その1箇所だけ色が変わってもいいんでしたら、うん、まあ、そこだけ塗っていくっていう風でもいいですし、ちょっと見積もりいただけないと、あ、見積もりして、はい、だ結構な重量物ですね、そうそうそう、うん、だと思うんですけど、うん、逆にそれ落ちて当たってればなんか破片が落ちてたとかなんかありそうなもんですけど、うん、そうですね、でこっち側の、この辺のところが落ちちゃったんですよ、スパンと落ちてきたんで色が変わってしまう、これだけ差し込んでもらったんです、はい、あ、そうなんですか、はい、これ差し込んだ時はなってなかったってことですね、多分気づきますね、気づきます、はい、で屋根屋さんに来てもらうときにそこから上がって、はあ、あの足場なしで差し込むここ差し替えてくれました、マジですか、組んだここね、すごい、ここから上がって、でその時はこれ割れてなかったんですか、割れてない、いや、そこやったんじゃないですか、いやここは行ってないと思いますはい、ここ全然違う場所ですか、違う場所、ああ違う場所か、うん、前アンテナ立ってたとかありますか、ないですよ、あ、ないです、ここはケーブル出るんで、あ、たまにアンテナ倒れて瓦割ってるとかあるんで、僕はボール投げたとか、これでこんな高いところだったら野球ボール相当相当高いのかね、でも何に見積もり持ってくるでしょう、はい、はい、映しても大丈夫、25万あ、20万業者さん入ってないから大丈夫、ああそれとも差し替え、すみません、交渉作業費、一番足場入ってないですか、足場これですね、え、
高所作業室って何だろうな。あ、なんだこれ。足場かけるけど、あ、まあ高いところの高所の作業なんでっていう。いや、全然高いって、全然多分石の方が安いで大丈夫です。はい、金額的には、うん、こんな取らないですもん。こんな取りたいです、僕も。あ、ぜひ言うべきか。高所作業費って、いや、足場かけずに取るときあるんですよ、うちも。まあ足場かけんで、さすがにちょっとこれくださいって、職人さんにもこんな、さすがに2万円じゃ来てくれないですとかある人、うん、で、ここで足場かけ取るんで、うん、最低基準でしょ。で、まあ、養生費とこれで、うん、まあ時期的にね、これから台風シーズンになったりするので、はい、そうですね、もしできれば、ただ暑い時期になっちゃったので、いや暑い時期になってきました。そうなんです、暇な時期なんで、僕は暑いでみんな職人かわいそうっつって工事頼まないんですよ。職人は遊ばせたかわけで一番辛くて、はい、そうなんですか。だから結構僕らはもうその足場も自分のところで抱えとるから、あ、リスクは要は換算額とあれが、だから逆にいい時期だと思います。いえ、ありがとうございます。時期だったらまたやろうと思って、はいはい、ありがとうございます。時期もあるので、あれすごい、こっち側で喋るか、目の前で。しかし綺麗だね。何年、ダイフレックスさんの、うん、ダイヤスーパーセラム、てくてかよ、うん、7年8年いいね、これ材料、これすごいクリアで、うん、あ、クリア塗ったの、うん、シールもバチバチやん、でも全部最強やん、うち視聴者の皆さん見てください、これシールの上の塗料が大体割れてくるんだけど、あ、すいません、申し訳ない、ありがとうございます。すいません、わざわざちょっと外気も取らせてもらっていいですか。シールも、いや僕びっくりしました。いや逆に7、8年でうちももう5、6年しか保証してないんですよ、シールは今。昔はもう結構全部保証して結構 大問題になってるんで、そのもうシールは何年とか決めとるんですけど、もう今バーッと見た感じシールすごい綺麗に残っとるんで、はい、ちょっと、いやいや、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。持てよ。そうですね。はい、すみません。よろしくお願いします。まあ、その時に、多分見ると思うんですけど、また気になるとこあったら、で僕らもまた後だと、お金って結構、まあ、全然無料でやりますって言うけど、めんどくさいじゃないですか。そうですね。シールとかも、なんか気になるとこあったら、ついでにやれちゃうんで、なんか見ててもらった方が、お客さんも、これやれるっていうのを言ってもらったら。すみません。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。お願いします。はい、すみません。よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。はい、じゃあ点検終わって、まあ、こんな感じだ。俺は本当のリアルだね。そうですね。うん。で、まあ、今回に関しては、まあ、そこ1個、1めくれだけで直すんだったら別に直しますよ、みたいな。あ、まあ、そうですね。感じだけど、さすがにやっぱ屋根が割れとるが、保証対象外。そうですね。なんかあれだよね。でもなんそんな割れる。なんか飛んで。絶対当たってますよね。え？当たってますよね。だよね。いやなんかそれはないの。その工事の時に職員が踏んで割ったやつをなんかそこ塗ってまったから。あの割れ方はさすがに。ない。なんか結構一点にガンって当ててなんか三つぐらいに割れてるんで。あ、そうだね。はい、視聴者の皆さん。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。うまいとこだろ、今面白いこと言ってんの、ね、え、面白いこと、え、チャンネル登録、いいね、え、面白かったんですか。面白かったんですか。あれじゃあ、視聴者の皆さん、以上熱帯道場の緑店点検、はい、点検になります。見積もり台、夏はね、はい、どしどし見積もり台、車出す、愛知名義府車出しますんでせーの、また見てねー。